皆さんこんにちは。現代の諸問題を地方目線で考えるローカル視点のお時間です。司会の前田遥です。よろしくお願いします。今日のコメンテーターの方々はこちらです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速最初の議題です。ウクライナ情勢や円安の影響で物価の高騰が長引いています。近藤さん、この問題についてどうお考えですか？物価高騰、高騰って困ってんならスーパー朝の行ってみ。あそこは毎日が特売日だから、ナスで取れたナスが6個86円、ニラが78円、カップ麺なんか10個660円で売ってっかんね。物価高騰なんて関係ねえからスーパー朝の行ってみ。いや行ってみ言われても朝のがどけあるんか知らんのんじゃ、うん、で、まあ、岡山に行きゃドラッグストアのザグザグ湯がもうそこかしこにあるんよ。で行ってみりゃ分かるんじゃけど、何が安い言うて全部安い。どれを見ても安い、ちっちゃいペットボトルじゃなしにあの OK 方、うん、2リットルの方、ああ2リットルか 1.5 リットルか、あれな、あれのコーラが108円。108円、安かろう。安っな。ほんでポイントもつくんよ。100円で3ポイントつくん。なかなかじゃろ。はあ、これはごついじゃろ。まあ、ザクザクもよかばってん、まあ、お肉ば食べたくなったら肉古賀牧場というところの馬刺し 100g で157円ばい、うん、これも安くとはもちろんばってん、頼んだら無料で真空パックにしてくれるんよ、うん、これ新鮮度だい。大阪に持っていくこともできるし、これ新鮮ばけん、これはいいと思うばってんね。まあこんな感じに物価高騰も真空パックにしたらいいんじゃないかと思って思うばってんね。はい、続いての議題はこちらです。ストレス社会。ある調査ではストレスに感じている労働者の割合が半数以上を占めているというデータもあります。これについて西さんどう考えですか？あのストレスって前だ、体の中におる鬼みたいなもんじゃろ。な、岡山に行きゃ桃太郎五郎が、で、きびだんご連れて行きゃ犬と猿とキジがついてこようが、でそれを連れて行ってストレスバシャーやりゃいいが、簡単。なんばいよとかあんまわからんばってん。ストレスには一番スイカがよかと思うとたいね。ギャンごつ大きいスイカばみんなでギャンして割って、ギャン分けてギャン食べてギャン種ば飛ばしてみ、これでストレスはなくなると思うとたいね。山崎さん、あのギャンとか割るとかちょっと野蛮じゃね。あ、野蛮かね。土地のは割んねえから。同じ丸でも、うん、上の川町のかんぴょう知ってる？皮むいてね、干してね、この干してあるかんぴょうが綺麗なんだよね。まるでシルクのカーテンみてえでさ、黒い心が浄化されるっつうか、まあ、とにかくね、かんぴょう眺めてたらストレスなんかどっか行っちまうから大事だ。かんぴょう干さには食べれんのじゃろ。まあ、基本皮硬いからね、皮むかねといけねえから、はい、最後の議題はこちらです。長年話し合われていますが、こちらについて皆さんはどのようにお考えですか？農林水産省は栃木に移転すればいいべ。なんで？いや、スーパー浅野の隣に農林水産省建ててさ、まあ、大体東京は土地が少なすぎんのよ。かんぴょうも作るとこねえし干すとこもねえからさ、まあ農水省手始めにこう省庁栃木に持ってきたら東京の人も勉強することいっぱいあると思うよ。あれがねえが、海が川が安べえ。ああいうニジマス全国トップクラスの特産品だべ。そんな果物ばっかり作ってる県の人間に言われたかねえほどデレスケ野郎。いや、ニジマスがおる、アユがおる言うてもな、そ海がねえのに農林水産言うてしもたらそりゃちょっと嘘になろうが、うん、水は淡水でもいいべ別に。岡山は瀬戸内海があろう、うん、海もある。瀬戸内海海の話やめろも。いやいや、海の話をせにゃおえんわ。そりゃ岡山の海で取れたもの、岡山の人が何を食べるか知っとる？ママカリ。ママカリ知っとる？ママカリ。ママカリ知らんの？知らんばって。あんこじゃな。ま、小魚じゃけど美味しいんよ。ま、さっきから言いよるばって、ま、全部熊本にあるたいね。で、ママカリはなかろう。ないとこって言ったら熊本はやっぱり、くまモン、ゆるキャラ、
これはお二人のところには中と思うばってん、いやいやいや、くまモンは一人じゃろ、一人じゃろ、はい、岡山のゆるキャラはももっちとうらっち二人、岡山の勝ち、まあ、知名度で言ったら、いやいや伸びしろで言ったら、とちまるくん知らんの、知らん、まあ、国体のキャラクターにもなってたんだけど、あの鉢巻き巻いてタンクトップ着て短パンで元気に走ってたよ。だから足は速いよ、まあ、この反応が全てってことだよね。誰も知らんたよ。議論が白熱していますが、そろそろお時間です。いやでも鉢巻きタンクトップ、失礼いたします。そろそろ、そろそろ、とちまるくん知らんの、知らん、正直とちまるくんのことよく知らねえんだよな。なんかね、国体のキャラクターになってたけどね、鉢巻き巻いてね、ランニングシャツ着てね、走っとった。それ栃木の何を表しとんだら、元気ってことじゃねえかな。元気だったら負けへんか。はい、議論が白熱していますか。お時間となってしまいました。この辺に失礼しますっていう感じ。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしてます。